キプリッチ・ヨーゼフは、ハンガリー・タタバーニャ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。タタバーニャで生まれ1 9 8 2年に地元クラブの FC ・タタバーニャでデビュー。タタバーニャでは9シーズンを過ごし1984から85シーズンに18得点を挙げリーグ得点王となったが、タイトルとは縁がなかった。1989年に、 オランダのフェイノールトへ移籍し、同年8月20日のフォルトゥナシッターと戦でデビュー。エトデ・フンイア・ジョンデ・ボルフラと共に、リーグ優勝1回、カップ優勝4回、スーパーカップ優勝1回に貢献した。フェイノールトのセンター AFW としては決して、決出した成績を残したわけではなく、フットボールテクニックも優れていたわけではなかったが、そのおごらない姿勢とハードワークをいわないメンタリティが、 ヘイノールとのクラブカルチャーと完璧に合う選手だったため移籍当初からヘッドレヒュンとロッテルダマー強い支持を受け4年目は監督ビレムファンハネヘムの下で18得点を記録して重要な存在となっただけではなく FC フロー人間との優勝決定戦で先制点を決めたことでその人気は不滅のものとなった以後ロッテルダムではキプリッチは タタバーニアの魔術師の異名で呼ばれており、フェーノールとのクラブ史上でも、最も伝説的選手の一人とみなされている。1995年からは、キプロスのアポルニコシアへ移籍し1995から96シーズンのキプロスリーグでは24試合で25得点を、上げ得点王となりリーグ優勝に貢献。またキプロスカップ決勝ではエックラルナカオクダシリーグと、 合わせて2冠獲得に貢献した。しかし、翌1996から97シーズンは17試合で4得点を記録するに止まり、1997年限りでクラブを退団した。1997年にオランダの FC デンボスで1シーズンの間プレーした。あと、1998年には自身がデビューした FC、タタバーニャイ復帰。 二部リーグへ降格していたクラブを一年で一部リーグ復帰へ導くと、翌1999年からはプレイングマネージャーを務め、2年間過ごした後の2001年に現役を引退した。ハンガリー代表としては1984年9月26日のオーストリア戦でデビュー。1986年のワールドカップ、メキシコ大会では一次リーグのソビエト連邦戦と、 カナダ戦の2試合に出場した。その後は、ハンガリーサッカー界は、低迷期に入り FIFA フフワールドカップや UEFA、欧州選手権への出場はならず。1995年9月6日のトルコ戦を、最後に代表から退くまで国際 A マッチ70試合に、出場し28得点を挙げた。その後は、本格的に指導者としての道を歩み、 タタバーニャを退団後の2001年7月に、バシャシュ SC の監督に就任。ルーマニアニブリーグの FC オリンピアサトゥマーレ、やハンガリー国内のクラブチームの監督を歴任し、2005年からは、フルスノフェーノールドのスカウトを務めた。その後は再び指導者の道へ戻り、ウイペシュと FC-19 チームのコーチを経て、2008年からは、ジルモート SE の監督を務めている。 ありがとうございます。